人生ね、70超えたらですね、もう自分の人生のね、終わりを考えなきゃいけないんですよね。その終わりを考えなきゃいけない75のじいさんがですね、俺が俺がって言ってですね、トップに出てるというね、本当に見苦しい。桜井が考えるにね、75になってですね、75になって、大きいところでは政治権力、で、小さいところではジジババの集まりのパンダの会もそうですけどね、カンパレーもそうですよね。まあ、そこで自分がね、トップを張るっていうね、 見苦しいんです。一言で言ったら。あまりにも見苦しすぎるんですよ。この考えがね、根付かないからね、日本っていうのはいつまで経っても年寄りのね、政治が続くんだっていうですね。ああ、そうですか。なんか今日ね、山口孝子さんの外線、千葉だと思いますけどね、30代の男性が応援してくれていたっていうことでね、若い人たちを自分たちの陣営にというかね、自分たちがこう、どんどん取り込んでいかなきゃいけないんですよ。うん まあ、たもがみのじいさんもそうですけれどもね。だからね、年齢においてどうのこうの言うなっていう人もいるけれども、年齢において区別されるのは当たりねえだろうよ。75のじいさんがですよ。あんた日本の未来語ってどうするよって話なんですよ。日本の未来は若い人のための未来なんです。もうね、あと何年かでくたばるようなね、そんなじじいどものための未来なんかじゃないんです。年寄りの言うことは聞かなきゃいけない。バカだろお前らは。政治の世界っていうのは、 政治の世界に立ったら、老いも若きも関係ない、老若男女関係なしでやらなきゃいけないんだ、というですね。今、老人政治がね、こう、まかり通ってるけれども、老人っていうのはね、未来がないんです。だから、やりたい放題やるんですが、もうね、今、70のね、じじばばがですね、国会にいますけれども、その70のじじばばにとって、将来の日本だって、もう自分はね、あと10年もすりゃあですね、まあ、下手すぎてもうちょっとね、短いかもしれませんけれども、 あと何年かしたら、あの行きでしょまあ、地獄に落ちるんですけどね。政治家やってますからね。だから未来のことなんかどうでもいいんですよ。だからみんなね、日本っていうのは、未来をね、見通せない。未来を考えられないっていうけども、当たり前なんですよ。もう先がない人間だから、常に自分のことしか考えない。金儲けしか考えない。で、こういう人間にばっかりね、君たちが権力を与えるもんだから、日本はここまでずる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 ですね。国家は衰退していくんですが、ね、変えていかないと。